2K ニュースです。新潟東消防署は5月26日、東消防署の敷地内において街頭広報活動を実施し、火災予防を呼びかけました。呼びかけは早朝から始まり、新潟市消防局マスコットキャラクター翔太くんと、東消防署員と新潟市消防団東方面隊の団員計13人が参加。新潟市の中でも通勤通学の通行量が多い国道3号線で火災予防を呼びかけました。新潟市東区では5月に入り火災が4件発生しており、そのうち死者が1人出ていることから、緊急出火防止対策の一つとして街頭広報活動を実施しました。今年は今年に入り火災がすでに61件発生していまして、去年の新潟東消防署市民安全課の課長に話を聞くと、今年に入り新潟市全体では火災が61件発生しており、新潟市全体の火災発生件数62件という数字に近づいている。なんとかして去年の発生件数より少なくしたいと思い、防火イベントを実施したと語りました。火災原因については、電気関係が原因の火災が多く発生している、コンセントのこまめな清掃やタコ足配線などをやめて火災予防に努めていただきたいと思うと新潟市民に呼びかけました。広報活動は約30分にわたり実施され、通勤通学途中の人たちに対し火災防止を呼びかけました。 2K ニュースでした。